鹿児島県の種子島で最も大きい西之表市の西方 12km の東シナ海上にある馬毛島に、航空自衛隊と在日アメリカ軍が空母艦載機訓練の移転先などとして供用する航空基地の建設が計画されたね。そうだな。そして、2023年1月12日から日本政府と防衛省が航空自衛隊の基地建設を開始したぜ。今回はそんな着工1年半を迎える鹿児島県馬毛島の自衛隊基地について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。X 基地完成までには4年の工期が見込まれていて、政府と防衛省では一足先に滑走路を2024年秋頃までに完成させて運用することを目指しているとしているけど、工事開始からちょうど1年半となった2024年7月12日時点で工事の遅れが生じているとの指摘が出ているんだ。NHK が5月に空撮して報じた映像を見ると、馬毛島の東海岸に基地建設のための人員や資材を運び込むために建設が計画されている仮設桟橋3本のうちすでに2本が完成していて、基地建設に必要な資材が保管されていると見られるコンテナが多数並べられているよ。また、島の中央部付近には工事関係者向けの仮設宿舎が立ち並んでいるのが見て取れ、この宿舎については8月頃までに2000室となる予定らしい。設置される仮設桟橋は、500メートルのものが1本、700メートルのものが2本設けられることになっているが、これらについては工事終了後に撤去され、その後には海上自衛隊の出雲片護衛艦排水量19,950トン、全長248メートルが接岸可能な桟橋が3本改めて設置されることになっており、さらに防波堤や消波堤が建設される予定でとされていて、これらは沖合1300メートルまで伸ばされるようだな。また、防衛省が公表している馬毛島基地のイメージ図には、滑走路に沿って駐機場スペースと関連施設、管制塔などが建設される飛行場支援施設や訓練施設基地要員と訓練人員の生活スペース含むなどの他に、航空機格納庫、燃焼弾薬庫、揚陸施設なども配置されているぜ。馬毛島は海抜最高点が 71.7 メートルという平坦な島であるため、横風対策として交差する滑走路が2本建設されることになっていて、風向きに関係なく航空機の離着陸が可能になる様に配慮されているね。防衛省では馬毛島基地の建設工事関係者数はピーク時で6000人に達するとしているが、2024年6月末時点では3680人にとどまっていて、その理由として建設業界における全国的な人手不足があるとされ、工期の遅れに大きく影響を得ていると見られているんだって。防衛省では今年度中に馬毛島基地に配属される航空自衛隊の先遣隊約90人を派遣して、工事の進捗状況の確認などを実施するとしているよ。大隅諸島の馬毛島は面積約 8.2 平方キロメートル、周囲約 16.5 キロメートルの小さな島で、ほとんどが低地となっている平らな無人島だな。2005年に実施された国勢調査では、当時島を所有していた。馬毛島開発現在はタストンエアポート社の従業員15人の住民登録がなされていて、無人でありながら有人島の扱いになっていて、2007年頃よりこの島がアメリカ海軍第7艦隊の空母艦載機による、陸上空母艦載機離発着訓練 FCLP の候補地とするタストンエアポート社からの働きかけがあり、最適な候補地として注目されていたぜ。そして、2010年に防衛省が馬毛島を自衛隊施設として使用すると表明し、タストンエアポート社がすでに造成していた滑走路を本格的に整備して航空基地として使用するだけでなく、水陸両用作戦のための演習場や有事の際の集積拠点としても利用するほか、災害派遣時においても救援物資の集積場としても使用する計画を立案したわけだ。防衛省では地元の種子島の西之表市、中種町、南種町に対して馬毛島基地建設に関する説明会を実施したが、2011年に馬毛島開発のオーナーの一族間のトラブルやタストンエアポート社が先駆けて滑走路を建設したことなどの開発が元となって、数々のトラブルが発生していたものの、政府はアメリカ海軍の FCLP 訓練の候補地として、
日米安全保障協議委員会にプラス2の公文書に表記し、2018年には防衛省が馬毛島を海上航空両自衛隊の拠点としても活用する方針を発表し、2019年にはタストンエアポート社との売買契約が合意に至り計画が進められたね。防衛省の方針では今毛島の飛行場を出雲型護衛艦出雲と加賀に艦載される予定で、宮崎県のニュータバル基地に配備される垂直短距離離着陸機 STOVL 機である F-35B ライトニング2の離発着訓練に利用するとしているんだ。さらに、海上自衛隊鹿屋基地の哨戒機 P-3C やニュータバル基地の F-15J イーグルなどを展開させるほか、沖縄本島の航空自衛隊那覇基地に配備されている F-15J も有事に分散配備する先の一つとして利用することなども計画しているんだって。そして、2021年12月24日に閣議決定された2022年度防衛予算において、馬毛島基地建設に3182億9000万円の予算が盛り込まれ、滑走路や駐機場の造成と関連施設建設に充てられることが決まり、防衛省では同日中に西之表市、中種町、南種町に職員を派遣して予算内容について説明を実施したよ。アメリカ海軍の空母艦載機における FCLP とは、空母艦載機が陸上の滑走路を空母の飛行甲板に見立てて、タッチ&ゴーを繰り返す飛行訓練のことで、日本語では陸上空母離着陸訓練と呼ばれフィールドカーリアーランディングプラクティスの略だな。空母艦載機のパイロットは、狭い空母の飛行甲板での離発艦に高度な技量を要求されるため常時訓練を実施する必要があると定められていて、母艦が入港中の場合は離発着訓練が実施できないために陸上の滑走路を利用して実施される訓練だぜ。神奈川県の横須賀基地を母港とするアメリカ海軍第7艦隊に配属される空母艦載機は、空母が入港している場合に神奈川県の厚木基地に駐機することになっているが、FCLP については近隣住民における騒音問題などによって実施することができず、1991年8月からは小笠原諸島の硫黄島航空基地を中心に実施されているらしい。しかし、厚木基地から硫黄島までは 1000km 以上の距離を飛行しなければならず、パイロットの疲労や機体への負担などが懸念されているだけでなく、硫黄島が現在も活発に活動している活火山島であるために島全体が隆起するなど地殻変動が激しく、滑走路や基地施設を維持するための補修に大きなコストがかかるなどの理由によって、在日アメリカ軍からは厚木基地からできるだけ近くに FCLP 訓練用基地の新設が要望されていたんだ。なお、日本では夜間に行われる FCLP については NLP 夜間離着陸訓練ナイトランディングプラクティスとも名付けられているが、この用語はアメリカ海軍では使われておらず、日本の基地で実施される FCLP の騒音問題では夜間の FCLP が問題視されているため、アメリカ海軍と日本政府の間で夜間の FCLP を指す用語として特に定められたものだね。馬毛島における年間の飛行回数想定が公表されているが、それは自衛隊機の飛行について離陸と着陸を1回とカウントすることに加え、FCLP と同様の着陸体制から降着機車輪を設置させてすぐに再加速して離陸するタッチ&ゴー訓練も1回とされ、その想定には F-35B ライトニング2による模擬艦艇発着艦訓練も加えられているみたい。また、アメリカ海軍の空母艦載機については FCLP によるタッチ&ゴーの回数の他に、訓練のために必要な物資の輸送にあたる輸送機や訓練機などの離着陸も回数に加えられているな。それによると馬毛島基地の離着陸訓練に予定されている時間帯と飛行想定回数は午前7時から午後10時までで、自衛隊が約によろず3500回、アメリカ軍が約5400回とされ、午後10時から翌日午前7時までの深夜時間帯はアメリカ海軍機の NLP のみとなって回数は約600回とされているぜ。これらの離着陸訓練に要する日数は航空自衛隊とアメリカ海軍を合わせて年間で150日程度とされるが、深夜に実施されることのあるアメリカ海軍機の FCLP の日数は20日間程度と見込まれているらしい。このところ台湾や尖閣諸島をめぐって中国の動きが活発化している中馬毛島基地の工事の進捗遅れが懸念されているが、
総工費も当初から資材の高騰によって大きく膨らみ、1兆円を超える可能性が指摘され問題視されているね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。F3 戦闘機の開発が本格化しており、そこで IHI 製の XF9 エンジンがその卓越した性能で世界中から注目されていることをみんなは知っているかな？ロールスロイス社がタービンブレードで直面した問題を、IHI がどのように解決したのかも気になるところだな。今回はそんな IHI 製の XF9 エンジンについて詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。2035年に日本の F2 戦闘機が退役を開始するのに合わせて開発が進められている。次期戦闘機は、同じく次世代戦闘機として BAE システムズテンペストの開発を進行させていたイギリスとイタリアとの間で、それぞれの研究成果を合体させて共同開発されることが決定したよ。2022年12月9日に英日三国によるグローバル戦闘航空プログラムグローバルコンバットエアープログラム GCAP の設立が発表され、その GCAP を一元的に管理運営して各国企業の役割分担などを調整するのに必要な国際機関として、GCAP 政府間機関 GCAP インターナショナルガバメントオーガニゼーション GIGO JAIGO が2024年中にイギリスで設立される見通しとなっているんだ。防衛省では、敵国となりつつあるロシアや中国の強大な空軍力に対抗するため、それらが保有する戦闘機よりも圧倒的なハイスペックの能力を持つ戦闘機を保有することで、広大な日本の領空及び防空識別圏において航空優勢を確保する方針を立て、第6世代戦闘機に分類される国産戦闘機の開発を進めているな。日本が国内企業のみによる国産開発にこだわる理由として、これまで航空自衛隊が運用する戦闘機には純粋に国産と呼べるものがなく、F4J ファントムや F15J イーグルのほか現在調達が進められているや F35 ライトニング2など、現在はアメリカ製戦闘機を国内企業が日本製作に応じる形でライセンス生産もしくは最終組み立てを行って調達する事例ばかりだったぜ。このような状況で導入された戦闘機は、機体の能力向上やシステムのアップデートなどの近代化改修が必要となった場合にアメリカ政府の承認やし開発元であるアメリカ企業の協力が大前提であり、日本の空自が必要とする能力向上を国際情勢に合わせ自由に更新することができないんだ。また、日本が主権国家としての安全保障政策を持続させる観点から、軍事関連の技術や産業を維持育成しておくことは必須であり、あるいは上調性の観点からも複数の機種を同時並行で運用する形をとっておくことが必要であるなどの理由から、国内技術を中核とする新戦闘機開発を実施しておかなければならないことも次期戦闘機を国産開発とした理由だったな。現在運用している F2 戦闘機も表向きは国産と謳われているが、実際そのエンジンは F2 戦闘機の原型となった F16 ファイティングファルコンに搭載されているアメリカのゼネラルエレクトリック製の F110 を IHI がライセンス生産したものだぜ。さらに F2 の機体の 40% は米国内のロッキード・マーティンの工場の生産ラインで製造された完成部品が日本に輸出されて三菱重工業が組み立てていたため、国産戦闘機であるとして胸を張って主張できるものではなかったわけだ。そこで防衛省では次期戦闘機に搭載される国産エンジン XF9 の開発を目指し、当時の防衛省技術研究本部は第一段階として IHI との共同で、運動性を要求される小型音速機用エンジンの基礎的技術資料を得ることを目的として、空自の T4 練習機に搭載するターボファンエンジン F3 を開発したよ。次に将来の次期戦闘機に搭載可能なエンジンを開発するための先進的な要素技術や、ステルス性能を実証するために開発された先進技術実証機 ADX-TX に心神に搭載する XF5IHI に開発させたんだ。この XF5 はアフターバーナーを備えたターボファン方式のジェットエンジンで推力約5トン、推力重量比は 7.8 対1であり、
ジェットエンジンの性能を表す指標とも言われるタービン入り口温度は1600度が計測され、所定の性能を発揮して見事開発に成功したよ。防衛省の技本と IHI では XF5 の開発成功をもとにして、2010年から次期戦闘機への搭載を目的とするエンジン開発に着手したが、その際に以下の3つのコンセプトが掲げられ、ハイパワースリムエンジンと呼ばれることになったんだ。そのコンセプトが、世界レベルのハイパワーを有し、戦闘機の高速性と高機動性に貢献する。単に大型化するだけでなく、エンジン形状をスリム化する電動化する戦闘機に対し、搭載される電子装備品に十分な電力を供給するというものだね。そうして8年の歳月をかけて完成した XF9 のプロトタイプ第1号は2018年6月に防衛装備庁に納品され、各種性能確認試験が2020年7月まで実施し、2019年4月10日には最大水力確認試験の様子が撮影された動画が公開されたってわけだな。XF9 というのはアフターバーナー付きの低バイパスターボファンエンジンであり、その最大水力は 11,000kgf でアフターバーナー使用時には 15,000kgf の水力を発揮することが確認されているよ。この水力は F15 や F16 に搭載されているプラット&ホイットニー製の F100 エンジンと比較しても遜色がないどころか、それ以上の性能を持っていることが分かったんだ。また、エンジン内部のファンは3段で圧縮機は6段、高圧タービンと低圧タービン各1段によって構成されており、タービン入り口の最大温度は1800度であることから F100 を上回り、また全長約 4.8 メートル入り口直径約1メートルというのは F100 よりも小さいぜ。そして、小型化されたスタータジェネレータによって 180kW級の大容量の電力を供給することができ、水力方向制御は後部に装着されている水力変更ノズル XVN31 によって、変更角度全周20度を可能としたな。一方でアメリカの第5世代ステルス戦闘機 F22 ラプターのエンジンであるプラット&ホイットニー製の F119 は最大水力 11,800kgf、アフターバーナー使用時 15,900kgf、タービン入り口の最大温度は1649度で XF9 よりも低く、その大きさは重量 1800kg、 全長 5.16 メートル直径 120cm と XF9 よりも大きく、水力方向制御には二次元水力変更ノズルが備えられているらしい。同じく第5世代ステルスマルチロール戦闘機 F35 に1機搭載されているエンジンであるプラット&イットニー製の F135 は、最大水力 13000kgf、アフターバーナー使用時 19500kgf、タービン入り口の最大温度1980度、重量 1701kg、全長 5.59 メートル、直径最大 117cm、燃焼機出口最高温度は1980度ということで、出力では若干劣るものの XF9 の方がよりコンパクトなことがわかるね。このように XF9 は試作段階のプロトタイプとはいえ、アメリカの第5世代ステルス戦闘機に搭載されているエンジンと比較しても遜色のない性能を発揮し、かつコンパクトってわけ。これまで西側諸国のジェットエンジンはアメリカのゼネラルエレクトリック、プラット&ホイットニー、イギリスのロールスロイスの3社が君臨していて、自社ブランドの戦闘機用エンジンを持っていなかった日本の IHI が XF9 の開発に成功した背景には深い理由があるんだ。実は、それら欧米3社のジェットエンジンの部品のうち 10-20% が日本製で、高圧コンプレッサー低圧タービン燃焼機ファンケースなどの他に、タービンとコンプレッサーやファンをつなぐシャフトなどは IHI の製品が優秀とされていることから、世界でそのシェアは7割を占めているぜ。それからシャフトを支えるベアリングや炭素繊維のほか、ファンに使用されるチタンやニッケル元調合金なども日本製のものが使用されているなど、XF9 を開発できるだけの素地があったのは歴然としていたな。実際に次期戦闘機開発が参加国共同開発となったのも、イギリスのロールスロイスが XF9 と IHI の技術や日本企業の合金製造技術に注目したためと言われているが、
日本側からすれば量産化によるエンジン製造コスト低減が大きく期待できるからだろうね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。旧型と出雲型が誕生したことで、海自の空母は事実上の4隻体制になったね。日本が空母を4隻保有していること、2タイプあることが何を意味するのか気になるところだぜ。今回は F-35 戦闘機搭載に関して議論される空母は、今後どうなっていくのかについて、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。まず日本の空母が4隻になる意味について考えてみるんだけど、2015年10月に行われた海上自衛隊の観艦式の最大の目玉となったのが、新鋭護衛艦出雲のお披露目だったんだよね。この式は3年に一度行われる海自最大のイベントだな。出雲は2015年3月に就役した全通飛行甲板を持つ航空母艦で、その前に誕生した日向型の日向、伊勢に続く3艦目となったよ。余談だが、このシリーズの艦名は旧国名にちなむものだぜ。しかも出雲は日向型と比べると、一回りも大きく、自衛隊最大の艦艇となったんだ。また同8月には出雲型2番艦加賀も進水式を終え、偽装作業も完了し、11月には試験航海も行われたよ。2番艦加賀が就役したことで、海自は日向型と出雲型をそれぞれ2隻、合計4隻の航空母艦を保有することになったわけだな。艦艇は長期間ドック入りする整備機関や、乗員の訓練機関及び実戦投入が可能な機関が必要となっているんだ。それぞれの機関が3分の1ずつだから、4隻体制となって常時1もしくは2隻の航空母艦が有事の即応体制を取れるようになったみたい。しかし、実は日向型と出雲型に求められる役割や能力が若干異なっているんだよな。これらは護衛艦だから航空母艦ではないと思っている人もいるかもしれないが、それは誤解だぜ。そもそも海自の護衛艦は、水上を航行する戦闘能力を有する艦艇に与えられる艦種で、世界的には軍艦もしくは戦闘艦に該当する名称なんだ。例えば金剛型や愛宕型は区分は護衛艦だけど、世間一般的にはイージス艦と呼ばれているよ。それと同様、日向型や出雲型も護衛艦ではなく、実際には航空母艦と呼ばれているな。多分一般的には知られていないと思うぜ。航空母艦日向型の日向と伊勢に関しては、満載排水量1万9000トン、全長197メートルで出雲が就役するまでは海自最大の艦艇だったんだ。主な艦載機は SH-60JK-C ホーク哨戒ヘリコプターで、3機を同時に発着艦させる広さの甲板があり、エレベーターで結ばれた格納庫内にはマックス10機収容可能なスペースがあるよ。日向型の主要任務は、味方艦隊への敵潜水艦の接近を阻止する対潜作戦だから、単魚雷発射艦及びアスロック対潜ミサイルなどを格納する16セルの垂直発射装置 VLS を装備しているね。航空母艦としてはかなりな重兵装を積んでいることが特徴と言えるな。一方、出雲型の出雲と香川満載排水量2万7000トン、全長248メートルで、前述の通り日向型より一回り大きく、同時に C ホーク5機を発着艦可能であるだけでなく、格納庫内には15機も収容できるよ。しかし任務が違うから、日向型のような単魚雷発射艦や VLS は装備していないんだ。最低限の自衛用兵装しか搭載していないから、潜水艦への攻撃は C ホークや洋艦に任せることになるな。垂直離着陸型である F-35B 戦闘機の艦載を語る前に、最低限の兵装しか持たない出雲型は対戦能力重視型の日向型と比べると、より多様な任務に対応できる本格的な航空母艦としての機能を重視したと思われるぜ。具体的には日向型と出雲型は手術室と集中治療室が備えられているんだけど、病床は日向型8床に対し、出雲型は35床だから、当初防衛における上陸作戦時のヘリコプター拠点として考えると、出雲型が優先されることになるんじゃないかな。
また出雲型の飛行甲板が一回りも広いので、陸自が使用する大型の榴弾砲や軽装甲機動車を展開する際も便利に活用できると考えられているよ。といっても、あくまでもどちらが能力が高いかという話をしているだけでのことで、日向型が上陸作戦の拠点となることも十分に考えられるため、出雲型も対戦作戦のコアとしての役割を担うことは可能だぜ。また日向型と出雲型両艦のいずれもシーホーク以外の大型の輸送掃海ヘリコプター MCH-101 を艦載できるらしい。それだけではなく、必要に応じて陸自の UH-60JA ブラックホーク、UH-1J ヒューイなどの小型ヘリや、大型の CH-47JJH ヌーク、V-22 オスプレイの運用も可能とされているな。大隅型は一見すると空母のようだが、れっきとした輸送艦で、上陸作戦に特化した艦艇であり、ヘリコプターの発着艦はできるが格納庫はなく、固定の艦載機もなく、一般的に航空母艦と呼べるような能力は備えていないぜ。日本を取り巻く西南諸島海域の安全保障における最大の課題が浮上したため、解決するために立ち上げた日本版海兵隊水陸機動団の発足と同時に、懸念されたのが海上輸送力の確保だったね。一朝有事の際、多くの人員や装備を運ぶためには空輸だけではなく、海上輸送も行わなければならず、そこへ必ず投入されるのが海事の輸送艦大隅型というわけだよ。大隅型登場以前の海事は、2000トン級の低速輸送艦しか持っていなかったため、輸送力と高速航行力を兼ね備えた大型輸送艦を常に切望していたみたい。日本政府も1992年平成4年に始まった数ある PKO 派遣に鑑みて、外洋航行に適した大型輸送艦の必要性を痛感したようで、その結果、大隅型3隻の建造は認可されたんだ。従来の海事輸送艦は海岸に乗り上げるホバークラフト型だったが、大隅型は沖合に展開しつつ、LCAC 船艇や輸送ヘリを使った揚陸作戦もできるぜ。大隅型は約330名の隊員を乗せることが可能で、長期航行に備えた居住スペースも確保されているらしい。一方、装備面の輸送力として73式大型トラックなら最大65両、重さ50トンの90式戦車でも18両を搭載可能で、大隅型が3隻あれば1個連隊規模の輸送ができる計算になるみたい。また、海事艦艇初の全通式甲板を採用したため、CH-47 輸送ヘリのような大型ヘリ乗り発着が可能になり、最近の改修工事のおかげで V-22 オスプレイにも対応できるようになったんだ。ただし、前述のように航空機用の格納庫と整備機能が少なく、一定の航空運用能力しかない大隅型でさえ、収益時に空母や強襲揚陸艦ではないのかという指摘が多かったようだな。大隅型は格納庫がなく、車両用エレベーターしかないため、空母にはなれず、仮に無理をしてスキージャンプ台を設置したとしても、速力22ノットと全長178のメートルサイズでは固定翼機の運用は不可能なんだと。格納庫を持っていないということは非常に重要なポイントみたいで、これを理由として大隅型は強襲揚陸艦でも空母でもなくドック型輸送揚陸艦に分類されているんだ。やはり、空母や強襲揚陸艦などの表現は、どうしても国家の威信、財力の象徴とみなされることが多いからな。そうした風潮はすでに現れていて、日向型や出雲型に艦載される予定の F-35B ライトニング2垂直離着陸戦闘機の議論が継続中ということだぜ。それにしても、庶民としてはどうしても予算が気になるよね。光熱水費を代表としてここ数年は値上がり傾向が続いているからな。命を守るために防衛予算を増やすのは一理あるが、守るべき国民の数は年々減少していることを政府関係者は重要視するべきだと思うぜ。立派な最新鋭の兵器を購入して有事に備えていても、国民がいなければ無意味だからね。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。